愛媛県の漁港で珍しいい魚が水揚げされ、話題を集めています。地元の漁船が偶然引き揚げたのは頭がエイで体がサメのような姿体長が1.8メートルエイの仲間でシノノメサカタザメという魚です主にインドネシアなど暖かい海に生息し愛媛県の近海で捕獲されるのは大変珍しいということです